すみません、お客様にこんなところ。最近おかしな事件のせいでちょっぴり疲れてて。電脳探偵？困った時は相談を？へえ。あ、っていうかお客様にこんな話をしちゃうなんて。仕切り直していいですか？もう一回話しかけてくれたら。ちょ、ね、受けてくれたんですね。改めまして、私タワレイコって言います。音楽とアニメをこよなく愛するタワーレコードのアルバイト店員です。え、依頼の内容を詳しく聞きたい。実は最近店内で微妙ないたずらが多発してて困ってるんです。陳列している CD の位置が変わってたり、怪しげな自作風 CD が勝手に並べられたりしていて、あまりにも微妙すぎて警察も取り合ってくれないし、気になって夜も眠れず少し疲れちゃって。誰が何のためにこんな微妙ないたずらをしているのか調査してください。CD 聞いたんですか？まあ悪くはないですよね。個性的というか独創的というか。え、ひどかった？そうですか。私は嫌いじゃなかったですけど。あ、それで調査の結果はどうだったんです？え、閉店後の店を調べたい。わかりました。今晩またいらしてください。調査のためなら仕方ないですもん。
夜の店内か。見慣れた場所が普段とは違う景色だと君のいるタワーレコードを調べてみたのだが、わずかながらデジタルウェーブを探知した。どうやらこの事件にもデジモンが関係しているようだな。 CD のジャケットに書かれていたおかしな記号というのは、ひょっとする…とにかく店内を注意深く調べてみたまえ。必ず何か痕跡があるはずだ。さあ、電脳探偵さん、準備はいいですか？店長の許可は取っておきました。しっかり犯人を見つけ出しましょうね。お、え、危ないからどこかへ行ってろって。私、あの曲を作った人に会ってみたいんです。だから探偵さんと一緒に探します。いいですよね？これは何ですか？え？何ですか？デジタルシフト。あれって何？私、夢でも見てるのかな。あらやだ、こんな夜中に人間がいるだなんて。何、ひょっとして出待ちってやつかしら？あなたたち、あつきのファンなわけね。あつきの歌にしびれちゃってるわけね。なんですって？恥ずかしがらなくてもいいのよ。本当はあつきの大ファンなんでしょう。なんですって？あんたわかってるじゃない、本当の音楽というものが何たるかね。そんなあんたはあつきのオンリーライブステージに招待してあげる。さあ、入っていらっしゃい。
何よあんた、ちょっとしてあれね、アチキのことが好きすぎて狂信的ファンになっちゃったあれね。その愛情はやがて憎しみに変わり、アチキを独り占めするために命まで奪おうっていうのね。そうはさせるもんですか。アチキはあんただけのものじゃないのよ。それじゃああの CD もあのいたずらも全部デジモンがやったって言うんですか？いたずらだなんてひどいわ。こんなに CD がたくさんあるんだから、アチキの CD だって売ってくれたっていいじゃない。どうしてどうしてみんなアチキの音楽を理解してくれないの。確かにあなたの音楽は自分の聴覚を呪うような、五臓六腑を口から吐き出したくなるようなひどい曲かもしれません。でもあの独創的で個性的な響きはきっといつかたくさんの人々を魅了する音楽だと私は思います。新しい表現は受け入れてもらえるまでに時間がかかるもの。諦めたらそこで終わりです。最後まで自分の音楽を信じてください。あんた、これ以上微妙ないたずらをしないって約束してくれるなら、店長に頼んで正式に CD をお店に置いてあげます。私があなたのファン1号になりますよ。泣かせること言ってくれるじゃない。ありがとう。
それでそのデジモンの特設 CD コーナーを作ってあげたというわけか。いたずら犯への処置としてはいささか甘やかしすぎな気もするが。そんなんじゃありません。私はエテモンさんのあの曲本当にいい曲だと思ってるんです。世の中にはどんな音楽だってあっていい。あの曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる、そんな力があるって私は思うんです。ほほう、店の利益のことだけではなく音楽というジャンルそのものの発展まで考えているとは、さすがは CD ショップの店員。音楽ノーミュージックノーライフ、音楽は人生の一部ですから。電脳探偵さん、ありがとうございました。これで安心して仕事に戻れます。絶対の品揃えを誇る音楽の殿堂タワーレコードにぜひまた遊びに来てくださいね。最後にしっかりと店のアピールをしていくとはなかなかに昇魂のたくましいお嬢さんだな。その露骨な昇魂、私は嫌いじゃないわね。